こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はコイン紹介ですね。モダン天ルイドール金貨世界に3枚、ルイ13世1970年代に製造ということで、全部で4枚のコインを紹介していきたいと思います。1枚目がフランス1364から1380年シャルル5世1フランカピエ金貨 PCGSMS61。2枚目がグレートブリテン1677年チャールズ2世ニギニー金貨 NGCAU53。 3枚目がフランス1640 A 年、ルイ13世天ルイドール金貨 NGCMS65。 4枚目が2008年ダブルイーグル1865年モチーフ20ドル金貨パターンプルーフ NGC ジェムプルーフウルトラカメオです。シャルル5世の1フランカピエ金貨 PCGSMS61 です。1364から1380年に発行、発行枚数が不明です。 PCGS の鑑定済みコインが全部で53枚、 MS61 は4枚です。重量が 3.74g、 99.99% 金の金貨になります。表面が、武装した王様がモチーフになっています。反対面の方は紋章と、中央に十字架というモチーフになっています。 NGC の、基準価格では不明です。ワールドコインズ1701から1800年では VF グレードが800ドル、 XF グレードが1200ドルになっています。このコインは PCGS 鑑定ですが、 NGC の基準価格というのはワールドコインズという電話帳みたいなブックですね、あちらの方に記載されているんですが、このコインについてはその記載がないという状況です。まあ、この1300年代のブックがそもそもないというのが要因です。まあ、かなり古い金貨で670、80年前ということで、まあ、この状態で残っているのは非常に素晴らしいと思います。シャルル5世はフランス王ジャン2世と、ボンヌ・ド・リュクサンブールとの、間の息子というふうになっています。まあ、最近この年代あたりのフランスのコインもですね、この王様肖像のものとかを中心にして非常に高くなってきているので、まあ、まだまだ安い今が狙い目だというふうに思います。続いてグレートブリテンの1677年、チャールズ2世ニギニー金貨 NGCAU53 です。ロンドン造幣局1663から84年に発行、発行枚数は不明です。 NGC の鑑定済みコインが、なんと2枚しかなく、 AU53 はトップグレードの1枚です。重量が 16.7g、 91.67% 金の金貨になります。表面がチャールズ2世の肖像、裏面の方は、十字架、クロスのマーク、縦の紋章の上に王冠というふうになります。基準価格ですね、 NGC の、いわゆるワールドコインズの本では VF が4000ドル、 XF が1万ドルです。ゴールドコインズオブザワールドのブックでは VF が8000ドル、 EF が2万5000ドルということで非常に高い評価を受けています。あとイングリッシュゴールドコインエイジ、こちらのブックではなんと R2 がついているということで非常に激レアな1枚になります。まあ、この1オンスクラスの5ギニーだと、まあ、40g ぐらいの金貨になるんですけど、まあ、今だと本当に1000万以上、高いと3000万4000万までするんですが、この穴場が2ギニーだというふうに思います。まあ、2ギニーも、王様によってかなりレア度が違うんですが、このチャールズ2世というのは非常にやはり珍しいので、非常にお勧めできる1枚だというふうに思います。あとこのチャールズ2世はオリバー・クロームウェルの共和制ですね、あの王政を倒した、イギリスの共和制を再び王政に戻したということで非常に力があった王様という印象があります。3枚目がフランス1640 A 年ルイ13世天ルイドル金貨 NGCMS65 です。この金貨は1640年の天ルイドールが1970年代にパリの造幣局でリストライクされたものです。発行枚数が不明、 NGC の鑑定済みコインが全部で6枚、 MS65 は3枚でトップグレードになります。
39.68g で直径が 41mm、91.7% 金の金貨になります。表面がルイ13世の肖像、裏面の方は4本の槍のような形、あと王冠がモチーフになっています。裏面の底の部分に366の番号がついています。おそらく発行枚数の投資番号というふうになります。これ2019年のウナライオンの金貨のようなもので、非常に人気のモチーフのものがリストライクされた、そういった金貨になります。発行から50年以上経過していて市場にほとんど出回っていないということで、最高グレードの非常に希少な1枚だというふうに思います。このフランスのルイドールといえば、ルイ13世のルイドールというのが代表作品ですね。10ルイドールだと、オリジナル 67g、 あと8ルイドール、8ルイドール 54g、 そして、4ルイドール、4ルイドールですね、こちらで 27g というのがオリジナルのコインになっています。今挙げた、コインすべてですね、ガドリーのブックでは R5 判定されているということで、非常にデザインも良く、まさに、映画の象徴と呼ばれるコインだというふうに思います。ルイ14世次の世代になると2ルイドールまでしかないので、この4とか8とか、10ルイドールというのは本当に大型金貨として見栄えのする非常に素晴らしいものだというふうに思います。4枚目が2008年ダブルイーグル、1865年モチーフ、20ドル金貨、パターンプルーフ、NGC ジェムプルーフ、ウルトラカメオの1枚になります。重量が 31.1g、 1オンス 99.9% の純金の金貨になります。デザインがジェームズ・バートン・ロングエーカー、こちらの方はアメリカの合衆国の肖像画家、彫刻師であり、1844年から亡くなるまでアメリカ合衆国の造幣局の第4代彫師主任でした。こちらの方もオリジナルのプルーフがありまして、1865年のプルーフ、2014年にヘリテージオークションで44万625ドルで落札されています。発行枚数も25枚ということで非常にレアです。この20ドルのリバティのプルーフ、100枚ぐらいある粘土もあるんですが、25枚しかない非常にレア粘土です。こちらも20ドルのリバティ、普通に買うと今言ったように4000万とか5000万するので、その気分が味わえる、リストライクのような位置付けのコインになっています。今日も全部で4枚のコインをご紹介してきました。フランスのフランカピエ金貨、チャールズ2世のニギニー、あと、フランスのこのルイ13世の10ルイドール、そして最後2008年のダブルイーグル、このようなコインをご紹介していきました。今回の中では一番本当に、レアなのはチャールズ2世のニギニーですね。トップグレードで2枚しかないということで、非常に目玉の1枚だというふうに思います。今出ているものですね、色も金色がかなり、濃い感じで出ているような、非常に、クラシック系の色が出ているというようなコインになっています。そして次が、ルイ13世の10ルイドール金貨ですね。こちらの方は本当に、大型の、本当にウナライオンの金貨を彷彿させるような位置づけにおそらくなるのかなというふうに思っています。私はこれ個人的に大好きなので、実はもう1枚持っていて、5、6枚しかないうち、MS60 が確か3枚しかないので、3枚中2枚私が今持っているような状況になっています。ここからまた余談なんですが、先日、個人の口座じゃないと買えないオークション会社がありました。うちは法人なので、横浜銀行法人口座から振り込んでいるんですが、ID 出さなきゃいけなくなり、チェコスロバキアですね、オークション会社なんですが、パスポート出して、ID 登録をして、個人口座の、銀行残高証明ですね、英語で出すものですね、これと一緒にパスポートを出して、やっと承認されたと。で、いざ、東京三菱の銀行から振り込もうとしたんですが、これまたネットバンクを使えずに、
窓口に行くには窓口だと、マイナンバーが必要とかっていうふうになっており、まあ、ここで三菱東京に、調べてですね、実はネットバンキングで三菱東京も、海外送金ができるということにたどり着き、用紙を申請して出してですね、それの承認が取れ、やっと送金ができたという感じです。で、まあ、ここにもまた一つトピックがあって、1日1万ドル相当しか送れないと。で、確か月に5万ドルまでしか送れないっていう縛りがあるので、まあ、なので、僕の場合は3回に分割して送ったんですけど、まあ、1万ドルずつは送れるから、月間5万ドルまでは三菱東京の海外送金ですね、これ申請すればすぐ取れたので、海外オークションで買った時に個人口座から送る時も、まあ、うまく使えるのではないかという感じです。で、まあ、個人的意見ですが、三井住友よりも三菱東京 UFJ の方が、まあ、使いやすいかなという印象です。で、これはなぜかというと、三井の方は、ユーロとかスイスフランがなんか使えないみたいなことを言われたりするので、まあ、ちょっと使い勝手悪いなという感じです。まあ、海外送金とか、まあ、海外オークションですね、いろんなトラブルもあるとは思うんですが、まあ、一つずつ解決していけばいつか、うまくいくと思うので、ぜひチャレンジしていただければというふうに思います。2020年の12月20日ぐらいから、LINE の方ですね、登録していただいて個別相談に申し込んでいただいた方に、1日2人ですね、水曜と木曜日と日曜日30分を2コマ2人ずつだけ、個別相談というのをオンラインで行っています。こちら Zoom を扱っています。 Zoom の方は、スマホでも、パソコンでも、つなげられますので、ぜひその個別相談ですね、こちらの方にお申し込みいただければと思います。まあ、YouTube の方にもよくコメント欄にご質問とかいただくんですが、あとメールとかでも来るんですが、まあ、個別相談に申し込んでいただいた方が、まあ、いろいろとお話できるので、まあ、ぜひ、使っていただきたいかなと思います。まあ、この動画の最後にも、QR コード出てくるので、そちらの方をカメラでスキャンして LINE を立ち上げると友達登録できるようになっていますので、こちらのはだいたい LINE で5、6通私からメッセージが行くのと、動画が1本ついています。あとですね、その URL、クリックすると個別相談申し込めるようになってますので、ぜひ使っていただければと思います。 Thank you for watching. 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。